ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは、ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明宏です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて今回は練習場での選手たちや監督の声をお届けしていきます。今回はこれまでの試合のことや次のホーム東京ヴェルディ戦のことなどそれぞれの思いを話してくれていますので、また楽しんで聞いていただければと思います。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さてでは早速ここからは選手たちの声を聞いていただきましょう。今回は7月20日に行われました泉サッカー場での練習後にお話を伺いました。今回最初は先日の天皇杯名古屋戦では公式戦プロ初得点、前節はリーグ戦初出場もしまして、ここからさらなる活躍に期待したい背番号28番フォワード菅原選手です。菅原選手にお話を伺いいたします。練習お疲れ様でした。お疲れ様です。暑いのそんな得意じゃないというふうな話前してましたけど、さすがにこのぐらいになってきたら結構厳しいですか。いやでも割とまだまだ大丈夫そうですね。でも湿度が高いとちょっと、はい、昨日ちょっと雨と湿度で気温高かったんで、はい、昨日はちょっとしんどかったですけど、はいはい、今日はギリ行けましたね。そうですか。練習中かなり強い雨が降ったり、あとはまたその後に日差しが強くなったり、はい、そういうのってご自身どうです。いや練習中そんな気にならなかったですね、はい、今日。そうなんですか。で逆に最初降ってくれてちょっと涼しくなったので、はいはい、それが助かったかもしれないです。なるほど、はい、じゃあまたそういったところもコンディションまたね、はい、キープするのではまあいいのかなという。そうですね、ちょうど良かったと思います。あると思いますけども、はい、この6月7月というところで、出場機会も増えてきて、はい、先日天皇杯では普通に、まあ、プロ初得点、はい、ということにもなりましたけれども、改めていかがですか、あの得点振り返ってみて。そうですね、常日頃からジョージとクロスに対して合わせる練習は毎日やってましたの で僕が出た時に、まあ、ジョージも自分の良さを引き出すために、自分もジョージの良さを引き出すためにイメージは共有できてたので、うん、その結果があのゴールにつながったと思います。聞いた話ではなんかご両親も会場にいらっしゃってたらしいと。そうですね、メンバー入ったら教えてって毎回言われてるので、はい、教えたら来てました。結構喜んでくれたんじゃないですか。そうですね、多分だいぶ喜んでて、はい、で次のリーグ戦もじゃあ入れたらいいねっていう話をもらってっていう感じでした。まあ、でもそういう反応が、まあ、直接、ね、もらえたりすると本当に嬉しいと思いますけども、はい、でその後リーグ戦にも、入りまして、はい、まあ、プロリーグ戦プロ初出場ということにもなりましたけども、はい、その時のプレーというのはご自身いかがですか。まあ短い出場時間だったんですけど、まあ、その中でその天皇杯のようなゴールを狙っていたんですけど、まあ、それが結果に結びつかなかったのは、まあ、まだまだ課題なかなと感じました。ただ、まあ、チーム状況としてちょっと勝ちがないというところで、はい、こういう時っていうのは割とそのラッキーボーイ的な選手の、はい、まあ、出てくるっていうところチームの活性化につながると思うんですけども、はい、やっぱ菅原選手そういう風な片鱗っていうのはこの数日試合の活躍でちょっと感じられるところもあるかなと思います、はい、いかがですか。まあ、チームがなかなか勝ててないので、まあ、僕が出た時に何か勢いを与えるプレーだったり、まあ、その若さやフレッシュさを生かしてチームに勢いを与えられればと思うので、まあ、そういった気持ちを込めて出た時はプレーしているので、まあ、それがもしかしたら皆さんに伝わったのかなと思います。でも本当フォワード陣の争いっていうのも激しいですけども、その中でまた自分の特徴をしっかり出して違ったプレーを見せられればいいですよね。そうですね、はい、まあ、フォワードもみんなそれぞれ個性があって、うん、まあ、それの人の良さを盗みながらも自分の良さを出せればもっともっと活躍できるんじゃないかなと思います。次の東京ヴェルディ戦、はい、久しぶりのホームゲームになりまして、もしかしたらその菅野選手も今度リーグ戦のホーム初メンバー入りということもあるかもしれませんが、はいはい、いかがですか。まあ、そこはもちろん目指して今週準備してますし、はい、まあ、そうメンバー入った時にやっぱりゴールをできるように、今週もしっかり準備してきてますし、あと2日あるのでしっかり準備して結果につなげたいなと思います。改めてその久しぶりにその勝利を楽しみにしているサポーターの皆さんに気合のメッセージいただけますか。そうですね、サポーターの皆さんも勝利を待ち遠しく感じていると思うので、ユアスタでしっかり勝って喜びありましょう。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。
続いて先日期限付き移籍で新加入、次の東京ヴェルディ戦から出場可能となります、背番号26番ミッドフィルダー松崎選手のメディア向け囲み取材でのコメントをお聞きいただきましょう。ここまでのチームを見てて思うことや、自分が入ることでどうしていきたいか、今のコンディション、そして意気込みなどをお話ししてくれました。まあ、監督は変わってしまいましたけど、まあ、選手が変わるわけではないし、ある程度早い段階から僕はこのチーム来ていたので、その辺の選手間のコミュニケーションみたいなものは取れていると思いますし、まあ、あとは、チームが勝っていない中で、次出れるということで、まあ、自分が何か流れを変えるきっかけになればいいかなと思います。まあ難しい状況というか、やっぱ勝てないことが続くとすごく自分たちがやってることに対してこう疑問だったりとかが湧いてくると思いますし、そういう状況が少し長く続いてしまっているのが、まあ少しプレーにも出ちゃったりしていて、こうまあ、ピッチで起きてることが少しうまくいってないなってのは、まあ、見て思いましたけど、まあ、ただ何がきっかけになるかわからないですけど、そういうものは すぐ変わると思ってるので、まあ、次の試合が本当に大事なのかなと思います。まずは攻撃のところで得点に結びつくところを、まあ、アシストだったり得点だったりところを貢献、しなきゃいけないと思いますし、そこに対しての能力というものは、持ってるとは思うので、まあ、そこに対してドリブルだったりパスだったりまあ、シュートだったりという選択肢をこう自分の中で複数持ってゴールに結びつけるってことができると思うので、まあ、そういうところを期待していただければと思います。まあ、攻撃のバリエーションという意味では、手を加えることがあるかなと思います。まあ、正直自分である程度負荷をかけているので体があんまり動いてないというか、最後のキレの部分は少し足りてないんですけど、そこはもうやって休めて上げていくしかないので、まあ、ただ試合までにはちゃんと落とせるようには計画していますし、まあ、ある程度今練習は少し時間も長いですし、そういうところで体の負荷的に来ているところはあるので、まあ、自分で納得できないなっていうシーンも多々あるんですけど、まあ、ゲームまでにしっかりいいコンディションに持っていけると思うので、まあ、あとは連戦でこういう感じの練習をそんなやる気がなかったので、僕自身、まあ、特に試合に出てる選手とはそんなに練習やってないですし、そういう意味でどちらかというと、どういう時にボールが欲しいだとか、どういう動きをしてくれるんだとか、どういうところに立ってて欲しいなとかを、まあ、探りながらやってるので、まあ、そういう部分もちょっとメインにやっていたので、まあ、試合までには自分のコンディション含め整えられればいいかなと思います。勝ちが続いてない状況が、まあ、長いですけど、ホームでやれますし、まあ、相手はヴェルディさんで、昇格争いかなり絡んでいくチームだと思いますし、そういうチーム相手に勝てればこのチームはもう一回乗れると思いますし、そこに対して貢献できるように頑張りたいと思います。最後はこの日に行われました同じくメディア向けの堀監督の囲み取材の様子もお聞きいただきたいと思います。チームの選手たちと共有している前節の反省点などを踏まえ、今のチームに大事だと思うこと、選手たちに伝えていること、そして東京ヴェルディ戦ではどのように戦いたいか、どんな試合をしたいかなどお話しいただきました。選手にとってもやっぱり監督の交代っていうのは、まあ、ショッキングなことだと思うので、その辺をただ自分たちは、まあ、ファンのサポーターの方もいますし、仙台のためにしっかり戦うことを切り替えてやっていこうという話がメインでした。まあ、一番はゲームの入り方というか、そこのところでなかなかリズムができなかったので、今日もミーティングをやったんですけれども、そこでやっぱりそこの最初の戦い始めるところというのは非常にゲームを分けるものなので、そこのところはしっかり やるべきことはやらなければいけないという話です。この間のゲームというのはもうそのスタートのところでやっぱり金沢のところの気持ちなのか、本当にそういった圧力っていうのをあちらの方があったんじゃないかなと僕は感じたので、そこのところの部分っていうのは必要じゃないかなと思います。守備の戦術的とか、なんかそのシステムがとかいうことも当然あると思いますけれども、この間の失点はじゃあ戦術的にだったのかとか、そういうこと組織としてなのかということでもないんじゃないかなって自分自身は思ってますけれども、選手は
こちらで言ってること、まあ、この前の試合のミーティング、今日フィードバックとかもやって、まあ、こちらで私たちコーチングスタッフでこういうふうにやっていこう、で仙台はこうやっていこうっていうことを伝えているものを、まあ、金沢戦でも出してくれている部分というのは当然ありまして、ただ準備も短かったですし、その辺のタイミングだったりとか、あとはそこのボールが入ったところの際だったり、もしくは、そういう動きをしてくれている人たちを見逃すとか、その辺のズレっていうのは当然あると思うので、それをしっかりと合わせられればなっていう、狙いはあります。まあ、そうですね、これをやればっていう、多分そういうレシピっておそらくないと思うんで、それを信じて やることだと思いますし、そこで相手より上回ることができれば、いいものになっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、とにかく、まあ、この前の試合もそうですけど、勇気持ってやろうということは伝えてるんですけど、まだそこのいろいろこれまでの流れですとか、そういうのも含めてなかなかこう勇気持ってやれない部分とかあるのかもしれないんで、その辺は選手が思い切ってできるような接し方なんてアプローチみたいなのができればなとは思います。結果なんで絶対勝ちか負けがあってどちらかに転ぶんで、それよりもやっぱり自分たちが信じていること、見ている人が感動してくれたりとか、そういうものをやり続けていく、そこが一番のポイントじゃないかなと思います。仙台が、目指しているものと選手が成長していくためには、まあ、勝敗は当然一番大事だと思いますし、そこのところは突き詰める必要があると思いますけども、まあ、それをやり続けていくという我慢というか、そういうものも必要じゃないかなとは思うところもあります。はい、まあ、相手のことは当然見てますけれども、まずはやっぱりどんな相手でも自分たちのやりたいこと、自分たちのやりたいやるべきことっていうのをしっかり出せるかどうか、それを続けることができるかということが大事かと思います。今もしかしたら監督が変わったとか、今勝ってない、この前の試合でも結果が出せなかった状況っていうので、じゃあ選手たちはピッチでやらなければいけないっていう思いを持ってやってくれてるとは思うんですけど、まあ、それもやはりそれを続けることっていうのはすごい大事だと思うので、そういうふうな形でチームが進んでいけるように、スタッフとも一緒に、クラブのスタッフともそうですし、現場のスタッフとも一緒に向かっていきたいと思ってます、今後に。そうですね、まあ、ホームでできるということで、まあ、本当に力になってくれる、このホームスタジアムだと思うので、やはりそのスタジアムの力を借りて、でスタジアムがしっかりと自分たちに力を貸してくれるような戦いを我々は見せないといけないかなとは思います。見に来てくれている方々たちに対してしっかりとした姿勢を見せられるように、で何かを感じてもらえるようなゲームできたらと思います。以上、今日はここまで前節までの試合を振り返りつつ、次の試合に向けての選手監督の声をお届けいたしました。ベガルタチャンネルレディオ、さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか。皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2023明治安田生命 J2 リーグベガルタ仙台の次のホームゲームは第27節、7月23日日曜日、ベガルタ仙台対東京ヴェルディの試合、ユアテックスタジアム仙台で夜7時キックオフです。この試合は日本エコライフマッチデー、プラチナスポンサーであり、ホームゲーム勝利時の特別賞ディサイシブストライカーでおなじみの株式会社日本エコライフ様の特別協賛、および新ネット様の制作協力によりますクラブカラーのオリジナル T シャツを先着1万2000名様にプレゼント。こちらを着てユアテックスタジアム仙台をゴールドに染めてください。またポケモンセンター東北様よりポケモンキッズカーニバル in ユアスタを開催。ポケットモンスターシリーズ完全新作、ポケットモンスタースカーレット・バイオレットのミニアトラクション、ポケモンキッズカーニバルが北エントランスに登場。1回500円で外れなしの景品がもらえますよ。さらにユアスタにみんな大好きなあのピカチュウが遊びに来てくれます。お見逃しなく。その他、ポケモンの特別なフォトオールを今年も設置しますので、この日の記念に素敵な1枚をカメラに収めてください。さらに夏休みミュージアムワークショップブースでは、仙台市内の各ミュージアムにご協力いただき、ワークショップブースを出展していただきます。夏休みの思い出や自由研究にも楽しいミュージアムワークショップが盛りだくさんですので、ぜひ皆さんで参加してみてくださいね。
これらすべてについて詳しくはベガルタ仙台のオフィシャルホームページをご覧ください。その他にもまたイベントが盛りだくさんのユアテックスタジアム仙台で皆様のお越しをお待ちしています。そしてもちろんこの試合もリアルタイム実況アプリガヤールでの公式生解説配信もあります。スタジアムで試合を見ながらスマートフォンで聞いて楽しめる実況解説を私及川と富田慎吾クラブコミュニケーターとで試合開始15分前から配信予定です。こちらガヤールというアプリがあればどなたでも無料で聞くことができますし、ユーザー登録をするとチャットで質問や感想などを聞きながら直接皆さんからこちらに送ることができます。ここだけの話を聞きながら試合観戦を一緒に楽しみましょう。よろしくお願いいたします。ということでベガルタチャンネルレディオ、ここまでの相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。